僕たちがやりました 5.2% と第6話で最低視聴率を記録した後、この前の第7話では 5.4% と、とりあえずは一応 V 字回復を見せたものの、このまま低空飛行で最後まで行ってしまいそうで、とにかく残念。まあ原作に忠実なドラマ化で、永野芽郁や川栄李奈がいわゆるベッドシーンを体当たりで演じてる甲斐もなくって感じなのが、なんとも切ないわけでね。でそんな中、原作通りのキャラクターの中でもビジュアルからしてそのまんまと評判なのが、久保田正孝演じる主人公増渕飛雄の高校の先輩で遊び仲間のパイセンこと小坂秀郎を演じる紺野弘樹。まあ、本人はね、今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、実は役作りって言葉が嫌いなんです、でもパイセンに関しては役作り感がすごいんですよね、坊主で関西弁で俺よりパイセンに似たやつが他にいるでしょ、撮影現場のこのキャラクターに対する強い思いとともにすごくプレッシャーを感じています。やっぱり原作ファンの方はパイセンがイメージと違っていたら嫌だと思うんです、それを一身に背負っている感じだから、僕というよりは周りの圧力とともにみんなで作っていこうって感じですね。演じる上で意識していることは、可能な限りは原作と同じポーズをしようと思っています。作中のコミカルなポーズが原作の魅力の一つだと思いますし、見ている方にこれこれって思ってもらえたらいいなと。なのでキャラクター作りの一環としてかなり原作も読み込んでいます。ポーズもそうですが、読み込まないと関西弁が頭に入ってこないんです。演じるというのは普通に関西弁ができた上での話なので、だいぶハードルが高いんだよな。だから関西弁指導の音源をいただいて、それをずっと車の中で聞く毎日です。聞き馴染みがある分、少しでも違うと違和感があるので、関西弁って聖域なんですよ。だから関西弁に関しては本当に頑張っています。この役をやるにあたって、ベテランの俳優さんに関西弁を話せるようになる方法を聞いたら、関西弁に手を出したらいけませんって言われたくらいで。で、ちなみにね、元お笑いコンビキングオブコメディの紺野弘樹は埼玉県新座市の出身でね、所属事務所も吉本ではなくて人力車と、まあ普段から関西弁とは無縁。で、ところでね、ウェブサイトモデルプレス9月1日付で、飛びおらボケ構成を目の敵にするヤバ校の不良市橋哲人を演じる新田真剣佑に関してこんな記事が。ドラマ中盤で深まる飛びおと市橋の友情について、新田は数日前は嫌いだったのにもう友達になっている、急だなとは思いましたと本音をポロリ。また自身が演じた市橋について、自分自身は好き嫌いがはっきりしているからそういうことはなく、少し戸惑いはありました、でも自分自身は嫌いな人はいないですけどと冗談交じりで話した。そして新田は先日一足早くクランクアップ、撮影を振り返りあっという間でした、もっと市橋でいたいなと思いましたし、まだまだこの役を掘り下げて面白い役にできるんじゃないかなと思ったところでクランクアップを迎えたので寂しい気持ちはあります。でも精一杯市橋として生きられたので、短い時間でしたが命を吹き込むことができていればいいなと思いますとコメント。最後には、市橋らしい筋の通ったエンディングを見てほしいとメッセージを寄せた。なるほどね。で、まあ改めてなんだけど、新田真剣佑、アメリカロサンゼルス出身で、父親である千葉真一自身が真実の剣を持って人の右に出てほしいとの願望を込めて真剣佑と命名。2014年からはね、日本でも真剣佑名義で活動を始めて、今年2017年5月にね、所属事務所を移籍したのを機に芸名を新田真剣佑に変更。
まあ確かにね、それまでは真剣が名字で優が名前っていう風に間違われたこともあったそうなんで、そのあたりも改名の理由の一つかもね。うん。ということで、何はともあれ僕たちがやりました。これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。